ロドウィンは、アメリカ合衆国のイラストレーターである。野生動物や狩りや釣りの情景を描いた。コネチカット州のノーウィッチに生まれた。11歳で、コリアーズマガジンに作品が採用された。ロードアイランド州のロードアイランドスクール・オブ・デザインや、ニューヨークのアートスチューデンツリーグで学んだ後、フィラデルフィアのドレクセル協会で有名なイラストレーター、ハワード・パイルに学んだ。パイルが、 自らの美術学校を開いたとき、グッドウィンもパイルに従った。同時期にパイルに学んだ画家には、NCYS、ソーントン・オークリーやフランクス・クーノバーがいる。22歳の1903年に、ジャック・ロンドンの野生の呼び声の挿絵を描いた。1904年に、ニューヨークにスタジオを開いた。コリアーズ・ウィークリー、アウトドア・ライフ。 アウターズ・レクレーション、スクリブナーズ・マガジンといった雑誌に多くの挿絵を描いた。セオドア・リューズベルト大統領のアフリカ狩猟旅行の挿絵も描いた。西部のカウボーイやインディアン、風景画を描いた画家、チャールズ・マリオン・ラッセル、1864から1926と親しくなり、ラッセルの牧場などで過ごし、ラッセルと写生やかり、釣りをして、 お互いの絵のスタイルも影響し合った。動物画家のルンギストも借りや野外活動を通じて友人となった。グッドウィンの友人となった人物には、狩猟好きの大統領のセオドアルーズベルトや、コラム作家のウィル・ロジャース、動物作家のアーネスト・トンプソン・シートンもいた。カレンダーの制作や、釣り具メーカーや猟銃メーカーの広告ポスターも描いた。ありがとうございます。